松原貴明は、日本の法学者、音楽家。専門は、民法、不法行為法、交通法、維持法、看護関係法規。大東文化大学法学部教授。兄は、元参議院議員、自民党副幹事長、プロレスラーの大仁田敦氏。上智大学、埼玉大学、慶應義塾大学などでも講義を担当している。法律学者、民法学者として、 過失総裁や、共同不法行為、因果関係、違法性論など不法行為法に関する論文が多い。音楽、文化、法学、歴史への造形が深くラジオのコメンテーターとして、評論活動や企業、大学、各種学校での講演活動を行っている。これまでメインレギュラーコメンテーターとして出演した番組としては、岩木一世一世の瀬、リップミュージックサロン、 松原高明の長田町ナビ、花井工事ニュースの大学、トピックスカッティングエッジなど。また、一般社団法人チェンジメーカーズ、国際人材研究所理事として、国際人材塾を定期的に開催し、教養ある国際人材の育成に当たっている。千葉商科大学客員教授の加賀博と共に、就職活動に関する書籍等を執筆している。 特定非営利活動法人ふるさとテレビコモン、一般社団法人日本ネパール、友好親善協会理事などを務め国際交流に努めている。ミュージシャン活動としては、NSP、天野ノシュゲルのプロデュースの下、三井由紀、池田智美、川端久夫とともに、画家フランクステラの作品名にちなんだ、トムリンソンコートパークを結成し、リーダー、ギタリストとして、 オリジナルアルバム4枚、オムニバスアルバム1枚、スプーンフル名義、ソロアルバム1枚をリリースしており、また他のアーティストへの楽曲提供を行っている。天野茂の盛況後は音楽活動を休止している。当初、ギターの腕前に自信がなく、ファーストアルバムでは、シーナ・リンゴのアルバムのギタリストでありワン・オークロックのプロデュース等を手掛ける鈴木玲氏が、ほとんどのギターを弾いた。 阪神タイガースファンである。その他の作品、教員情報。大東文化大学。2016年9月11日閲覧。聴者検索。死にいい。2016年9月11日閲覧。八王子 FM トピックスカッティングエッジ。東京スターラジオ 77.5MHz。八王子 FM77.5MHz。2020年1月24日。 閲覧。国際人材塾第3回講演会一般社団法人チェンジメーカーズ2014年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年9月11日閲覧 https://bokstore.jpc-net.jp/.dtl/.lrw/.goods003848.html/. 特定非 AD 活動ふるさとテレビ。全国のふるさと自慢情報、特産品も、元気な活動もお伝えします。 www.furusatotv.jp2018 年4月20日閲覧ディスコドラフィーアトラストオフィシャルホームページ2014年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年9月11日閲覧還暦迎える大似たが引退報告今回は本当に本当に本当ですデイリースポーツオンライン daily sports online h t t p s w w w d a c o j p スラッシュリングスラッシュ二零一7スラッシュ0二スラッシュスラッシュ,ュ h t m l 二零一八年4月十六日,日閲覧テレビュー爆報ザフライデー月十七日 tview.sblo.jp 2018年4月20日閲覧。爆破ザ・フライデーの番組概要ページ。グーテレビ番組。グーテレビ番組。2018年4月20日閲覧。日本テレビ放送網株式会社。密着クイズ大学教授の松原隆明さん。日本テレビ。2020年1月24日閲覧。八王子 FM トピックスカッティングエッジ。 東京スターラジオ 77.5MHz。八王子 FM77.5MHz。2020年9月4日、閲覧。ありがとうございます。